韓国さんが、韓国人は世界中で好かれているのか気になっちゃったようです。スレッドと韓国の反応を見てみましょう。最近、韓流はアジアだけじゃなくヨーロッパにも広がっています。そのため韓国人といえばみんなに好かれているらしいですが、本当ですか？海外旅行しててどうなのでしょうか？それでは韓国さんの反応です。それは去年までの話。ユン大統領になってからは顔を上げられない。10年ぐらい前かな。海外に住む親戚に気になって聞いてみたら、中国も韓国もあまり変わらないらしい。中国ほどの国の大きさでもないのに、韓国は国が小さくても騒々しく、無秩序で自分勝手だと言われた。スレ主は、どこの国の人が好きとか、そういうことあるのか？イメージは悪くないだろうね。俺は他国に全然興味ないけど。去年までは IT 先進国でコロナ対処がすごくうまく豊かで賢く生きている国というイメージだった。今年に入ってから崩壊した。今は骨格がどん底を突き抜けてる。もうめちゃくちゃだよ。無関心だよ。ムンジェインの時代もユン・ソクヨルの時代も同じ。海外で知られているのは韓国じゃなければ中国か日本くらいだよ。そもそも西洋ではいちいちそんなこと聞かれないし、答えてもわからない。ヨーロッパで生活してて最近韓国に帰ってきたけど、キム・ジョンイルやキム・ジョンウンなら知られているけど、韓国の大統領は誰なのかも知られていない。韓国人といえば北朝鮮から来たのか韓国から来たのかと尋ねられて、サムスンくらいなら知られている。韓流を知っているのは少数だけ。我々がデンマークと聞いて思い浮かべるものくらいですね。どの大陸にある国なのかはわかるけど、思い浮かぶのはイケアくらい。アジアにあるサムスンの国、それで終わり。若者の間では、韓国といえば、映画、K-POP と、ごく一部のマニアの中で有名。そういう人たちも、あんな商業用音楽が好きなのかと、嘲笑の対象にされると聞いたことがあります。IT やエンジニア分野など、専門職で働いている人々には、韓国は優れているとみなされている。しかし、一般人や高齢者には、韓国といえば、ただの東南アジアと同水準の貧しい国だと思われている。アメリカの SNS やインターネットに多く触れる世代、大都市で生活する人々には、かなり、韓国のことが知られています。ドラマを見る人が多いので、かなり好感度が高まっているようです。ファッション、テレビ業界の人々にとって、最も熱い国です。以前とは明らかに違います。あまり裕福とは言えなかった国が、どのようにして、ここまで早く豊かになったのか、と思われています。東ヨーロッパの人々は、韓国文化や韓国の食べ物が大好き。ということで、コメントでもありますが、実際は韓国なんて、全く気にしてないというか、名前は知っているけど、どこにある国なのかまでは知らないって人が、ほとんどなんじゃないでしょうか。そもそも韓国さんは、なぜよその国からどう思われているかとか、いつもいつも気にしているんでしょうか。例えば、職場とかなら、同僚にどう思われてるかとか気にすることはあるかもしれませんが、よその国が、自分の国に毎度毎度喧嘩を売ってくるとかじゃなければ、そんなの一般の人が気にすることではないですよね。まあ、例えば、日本人の海外からのイメージは賛否あるとは思いますが、親切だとか、礼儀正しいとかよく言われているイメージがありますし、最近ではスポーツの大会などで毎回きちんと掃除をしてきれいにして帰るとか言われているのが目立つ気がしますが、韓国さんの場合、実際にそういったことを言われることってあるんでしょうか。今回スレ主さんは国のイメージではなく韓国人が好かれているかどうかっていうのが知りたいんじゃないかと思うんですが、どの回答も韓国という国に対するもののように見えますよね。韓国さん、バンクやどこかの教授がことあるごとに世界中の国や団体にイチャモンをつけて、それを韓国国民が称賛しているような国の人たちが世界で好かれると思っているんですか？ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。